稲村和美は、日本の政治家。兵庫県甘崎市長、緑の党グリーンズジャパンサポーター。元兵庫県議会議員。奈良県奈良市出身。奈良県立奈良高等学校を経て、神戸大学法学部へ進学。大学在学中の1995年に、兵庫県南部地震の避難所で、ボランティアとして被災者の支援活動に携わり。 神戸大学総合ボランティアセンターを設立して初代代表に就く。1997年から天笠崎市議会の会派、市民実地クラブでスタッフとなる。1998年に神戸大学大学院法学研究科修士課程を終了して新栄医師の証券に入社した後2002年に退職し天笠崎市長選挙に立候補した白の選挙事務所で、 スタッフとなる。2003年4月の兵庫県議会議員選挙に、天が崎市選挙区から無所属で立候補し、定数8に対し得票数3位で、初当選した。議員在職中は、情報公開を推進して、政務調査費の領収書を自主的に公開した。2007年に再選。2010年9月、未来へつなぐ天が崎の会の支援を受けて、 天ヶ崎市長選挙への立候補を表明した翌日に県議会へ辞職願いを提出。同年11月21日執行の天ヶ崎市長選挙に現職の白井文の支援を受けて無所属で立候補。元天ヶ崎市議の吉岡健一郎、日本共産党が推薦する元商工団大役員の徳田実元天ヶ崎市議の土田広志ら3人の候補者を破り、 初当選となり、12月12日に、女性市長としては、当時最年少の38歳で市長に就いた。当日有権者数、37万7666人、最終投票率、29.35%2014 年11月16日、執行。日本共産党天ヶ崎地区委員会委員長の広瀬、幸男を破り再選。投票率は、 過去最低を記録した。当日有権者数37万5141人、最終投票率 25.69%2018 年6月5日、稲村は人気満了に伴う市長選に立候補する意向を表明。同年8月20日、日本維新の開票後検総支部の政務調査会長を務める市議の三本圭介が立候補する意向を、 固めたことが明らかとなった。しかし、兵庫維新の会は10月17日、独自候補を擁立しないと発表。同団体の幹事長で、兵庫県議の堀井健里氏は、党の推薦を決める過程で、半党行為があったなどとし、党として三本を支援しない方針を述べた。11月9日、三本市議は、不出馬を表明。その後、 三本市議は、兵庫維新より、除名処分を受けたが、日本維新の会本部の党記委員会で、反党行為は認められず、兵庫維新の会が下した、除名処分も覆された。11月18日に行われた、市長選で、共産党推薦の新人を破り、参戦。当日有権者数、38万2951人、最終投票率。 24.71%ありがとうございます。